はい、どうもこんにちは、タケです。今日はですね、トレクルの方やっていきたいと思います。トレクルのね、動画を配信するのはとっても久しぶりなんですね。あの虹の宝石見てもらえばわかると思うんですけど、まあスゴフェスとかはね、全然もうスルーしてました、今まで。でもあのちゃんと育成とかね、ちゃんと毎日毎日あのスタミナ分はきっちりと、周回はしてました。あの虹の石158個溜まってますんで、まあ今日スゴフェスキザルをね、まあゲットできるかどうか分かりませんけど、まあ久しぶり、本当に2ヶ月ぶりぐらいのスゴフェスなんで、まあ久しぶりにやってみたいと思います。あのとりあえず10プラス1やります。でまあ最近のね、新キャラは全然持ってませんので、何が来ても多分嬉しいと思います、新キャラならですよ。で今裏で麦わらの一味が確率アップなんで、まあ、初期は困りますけど、修行中のねゾロとかも持ってないんで、できれば欲しいなと思います。ではね、もうやりましょう。ほんと久しぶりのすごいです、楽しみですね。はい、行きましょう。まあよく言えばね、赤髪ね、来てくれればいいなと思います。さあ来い。はい、銀、あ、銀、銀、あ、銀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 か、あ、銀祭りか、これいいですよ。新キャラが来てくれれば僕は嬉しい。はあ、プリンス。はい、鉱座。すべて持っている。あ、これも持っている。あ、これがね、最初当たったときはすごく嬉しかった。はい、銀。はい、初級ソップ。おい、これは持っていない、シーザー。これは持ってなかった。必殺本もまずまずある。はい、銀。はい、これはもういっぱいいっぱい来た。これはあれか、あれですよね、特攻の波のやつですよね。あれ違う、あれか、修行なんだ、修行中波の進化後かですよね、きっとね。これはも、まあ、修行、あの進化前を持っている。はい、ノジコね、新キャラ、これを持ってるな。辛い時は歌いましょう、その時のための音楽家です。はい、持ってます。あ、これも持っている、カヤ、可愛いけどね。あ、銀だな、銀祭りか。わお、野菜がいっぱい来ますね。どうしましょうね。まあいっか、やっちゃいましょう。さあ残り、多分これで終わりです。これで終わりにしたいと思います。はい、金、やっぱ銀が多いな、銀が多い。はい、持ってる持ってる。はい、初期ゾロ。はい、おっ、やっと新キャラ来ましたね、タシギ。これは何でしょうね。打撃タイプの激しいタイプの攻撃をカクカク 1.5 倍、回復をカクカク 1.2 倍にする。転調効果ね。敵全体キャラの攻撃かける15倍の即属性ダメージを与え、2ターンの間、斬撃と迫式タイプの通常攻撃による属性相性の影響を大きくする。すごい効果です。はい、初期。まあ、銀だからしょうがない。ああ、そっちのゾロじゃねえんだな。あ、また、また。おーっと、これも新キャラですよね。うん、心属性キャラの攻撃を 1.75 倍にし、ターン終了時に攻撃かける3倍の追加ダメージ。敵一体の残り体力が多いほど大きい心属性ダメージを与え、敵全体の攻撃を1ターン、なんとか。はい。おお、擬音隠し状態を3段階復する。いいじゃないですか。まあ、新キャラですからね。そして金、なんでしょう、これはあれですか、特攻フランキーですよね、きっとね。効果を見ると特攻フランキーですね。今ちょっと時計が鳴っちゃってます。3時の時報を今。さあどうしましょうね。もうやっちゃいましょうかね。
いや、これでやめておきます。はい、ということでね、22連やってみましたけど、まあ、赤い髪はね、どうせ私ガチャ運ないんで、来るとは思ってませんでしたけど、まあ、新キャラがね、タシに、あとは、誰？シーザー。私シーザー持ってなかったんでね。そんなとこですか。あとこれもね、新刊号は持ってなかったんで。会場にいる間は責任重大よ。はいはいはい。あ、これもか。これも。これもね、新キャラ。はい、こんなところでしたね。私何気にね、あの特攻ウソップ持ってなかったんでね。まあ、特攻系のウソップは、あの新しいやつの名前なんていうか分かりませんけど、欲しかったんですけどね。まあ残念です。はい、ということでね、久しぶりのトレックル、やってみました。また見てくれたら嬉しいです。それではバイバイ。